お前のことがめちゃくちゃ憎いんだけど。ちょっと何してるんですかお二人とも。どうやらさっきの魔法は感情を反転させるみたいだな。あなたと同意見なのは不本意だけど。いやらしい試練じゃ。何より、愛らしく見えるね。素敵。あ、本当に愛らしいな。じゃあ死ね。おい、ちびすく。何様、あなたこそ引っ込んでて、邪魔したら殺す。かわいい。ちょっとすず、しっかりせんか。お前たち、お主は結界師、守るものじゃろ。まるで伝説の竜神族じゃないですか。あなた誰なの。とにかくわらわのことはよい。しっかり前を見るのじゃ。あのお二人の方へ行ったわけですか。でも敵がいないわけじゃないよ。やらなきゃやられる。今抱いてる感情は本当の感情じゃないのよ。そうだ、南雲がいる。殺さなくても防御に徹していれば南雲が終わらせてくれるはずだ。私を放置とか許しませんよ、おちびとド S。 視野はすごいな。私のは借り物の力だし。どのような手段であれ、手にした力はお主の力じゃ。な思いもその努力も、今この場に立っていることもお主は誇ってよい。それに視野もまた特別な子じゃ。怯えながら一歩を踏み出し、泣きべそをかきながら戦い。ねえティオ、感情反転してるよね。感情の功王など、そんなものに左右されるようでは500年も生きておれんよ。お主のことも気に食わんが、記憶がわらわに言っておる。ここにいる者たちはわらわが必ず守るべき者たちであると。結構です、私自分で戦えるから。しずくちゃん大丈夫だよ、しずくちゃんは私が守るから。ありがとう香織。大丈夫よ、あなたの後ろは私が守るから。上は引き受けます。やる気だったな。冗談、あなたがあの程度で死ぬなら誰も苦労しない。キー才能を取り込んで再生できるってことか。仕留め損ねたか。まさかと思うけど、私？冗談。お前があの程度で死ぬなら誰も苦労しない。解放。そういうこと。いや、確かに全ての魔石を打ち抜いたんだが、こりゃ俺の予想は当たっていたっぽいな。足手まといになるなよ。それはこっちのセリフ。そう簡単に突破させるかよ。エコー演壇。天竜はどうした。五点と言わず満天竜とかやれよ。効率が悪い、バカなの、死ぬの。じゃあ早くやってくれません。今準備中、ものすごく高度だから。溶けてきたか。始めます。
イラッとくる生意気なやつって感じだ。ひどい。あれ、そういう反応？さっさとやってくれよ。限界突破発動。消滅したみたいだな。ユエが選んだものだけを全て滅ぼすなんてとんでもない魔法だな。いただきます。ティオさんがかっこよくて気持ち悪かったです。お主ら本当に失礼にも程が。でも感じちゃう、うん、今のが最後の試練だと思いたいところだな。なんとまあご主人様よ。どうやらここは大樹のてっぺんみたいじゃぞ。なるほどな、ここがゴールみたいだな。あなた方に最大限の敬意を表するとともに、あなた方は神々と我々の関係すべてを把握しているはずですわね。私の与えた信頼の魔法消化魔法は、消化魔法は文字通り全ての魔法を消化させます。その全てが一段進化し組み合わさることで神の見業とも言うべき魔法概念魔法に。概念魔法、名を同越の羅針盤。込められた概念は望んだ場所を指し示す、あるいは別の世界であっても。はっ。